国立科学博物館付属自然教育園は東京都港区白金台五丁目に存在する国立科学博物館付属の自然緑地である。もともと江戸時代以前より屋敷などに使われた土地ではあるが、あまり人の手を入れていない状態が長く保たれたことで人口密集地となる以前の東京都区内の自然の姿をうかがい知る貴重な場所となっている。その意味で、 同じ屋敷地をルーツとする林地の東京都、庭園美術館の手入れの行き届いた庭園としての姿とは好対証をなしている。有史以来この地に人が住んでいたことが、園内より貝塚や縄文土器が発見されたことで確認できる。室町時代の頃、この地には、白金長者と呼ばれる豪族が館を構えていたと考えられ、その名残の土塁が園内に見られる。 その後、江戸時代には、高松藩主、松平頼重家の下屋敷として用いられた。明治時代に入ると、陸海軍の火薬庫として使用され、一般人の立ち入りが禁止された。1917年に、陸軍から区内省提出林野局に移譲され、発金御領地となった。戦時中綿田畑にされる、防空壕が掘られるなど荒廃が進んだ。戦後、 以前から隣接する国立教育研修所が演習林として利用していた経緯などから文部省に移管される。1949年に全域が旧白金御領地として天然記念物及び史跡に指定され、同時に国立自然教育園として一般公開された。1962年に国立科学博物館付属自然教育園となった。 大正時代の文献によれば、かつてはもみ、杉、松といった新葉樹が林を形成していた。しかし、明治神宮造営のための大規模な移植や、近接道路からの大気汚染などから新葉樹は激減してしまい、現在は落葉紅葉樹が主体の森となっている。ありがとうございます。